とバカみたいなんですよね。自分でお尻、お尻が一番結構時間かけていて、整形も今、はい、作ってるんですよ。絶対軽い気持ちでは絶対やらない方がいい。おはかっこいい。今の全部の伏線が回収されたような。ドンキング。今大人たちの中で密かなブームが巻き起こっている。それはアートソフビ。そのオリジナリティやクオリティの高さで世界中で大人気。この番組では天才作家たちの究極のアートの世界を深掘りしていきます。ソフビの世界のすごい人。今回はですね、海木りささんに登場していただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。海木りさと申します。よろしくお願いしま す, しします。初ソフコンという形で、はい、はい、緊張します。もういろいろちょっとですね、聞きたいこともありますし、ちょっと深掘って聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしま す, します。今回ご紹介するのは虫、エイリアン、怪獣、妖怪など気持ち悪いものが大好き。怪奇をテーマにした作品作りをされている作家、怪奇りささん。驚きのクオリティの高さ、躍動感、ユーモアあふれる表現に SNS でも超話題。その作品は誰もが感動するほどの再現力。浮世絵、妖怪ガレージキット、ジオラマのような作品などの数々の立体制作を経て満を持してソフビデビュー。今回は怪奇りささんの摩訶不思議な世界を大調査。まずはですね、このソフビ制作をですね、するきっかけとなった事柄を教えていただければなと。前から私はガレージキットっていう、ものを作っていまして、はい、ガレージキットっていうのは、まあ、プラモデルみたいなものを個人で制作して、レジンキャットっていうものを使って作る方法なんですけど、はい、なんかいろいろ売っていく中で、はい、投げても壊れないぐらい丈夫なフィギュアを自分でも作りたいなっていう気持ちがずっとあったんで、はい、それでついに挑戦したという感じです。ああ、もうぴったりですね、はい、ソフビは、はい、ぴったり。レジンキットはどういうものを作ってたんですか。妖怪とかをテーマにして、なんか美女と妖怪とかを絡めた昭和の、絵のテイストをそのまま立体化したりとか、まあ、作ったものでいうと泥雲っていうものと、カッパがあるんですけども、一番今までで売れたのが小松崎茂先生のイルカが攻めてきたぞっていう作品がありまして、そのイルカが二丁の拳銃を持ってるフィギュアが今までで一番売れて、でそれがきっかけでちょっとソフビに走るというか、ソフビを作るきっかけになりました。へえ。次はですね、今回ヌッペッポーということで、はい、ファーストソフビ、はい、ファーストソフビですですよね。もともと鳥山石燕という方が、絵師さんが昔に描いた妖怪の絵でヌッペッポーっていうのがあって、それを元にまず作ってるんですね。で、その絵では背面が作られていなくて、このお尻の部分とかはこういう風だったら可愛いなっていうのを自分でオリジナルで考えて、ちょっとデザインを落とした感じになってます。ソフビの原型自体作るのも初めてだったのもそうなんですけど、それに加えて湯口とか感着も含めて、あと老原型も含めて全部自分で初めて挑戦したんですよ。はぁ、はい、湯口も含めて全部やったんですよ。でもなんかそれはなんかその時にそう TBS さんの動画をずっと見てて、そうなんですよ。なんかお侍さんの、はい、動画、そう SD ワックスの動画を見てて、はい、あと木村拓哉さんの、木村拓哉さんの、はい、動画を見て、はい、ワックス置き換えとかも勉強させてもらって、はい、勝手にやってました。それがこの結果につながってます。ありがとうございます、はい、嬉しいですね。もともとやっぱりこの妖怪というかヌッペッポーをソフビ化したいみたいなところはあった。あ、そうですね。自分としてもなんかこの形すごい気に入っていて、なんかちょっとバカみたいなんですよ。このいやでも自分で癖になりますよね。わかりますか。なんか机の上とかに置いてると、はい、目が合った時になんかクソって笑えるんですよ。だからそれがすごい自分でも気に入っていて、僕はこの手を上げた時の部分がめっちゃ好きです。分かります。なんかちょっと競争っぽくなるんですよ。かわいい。
衝撃のほぼ全ての制作工程を個人で行うという怪奇梨沙さんの類稀な行動力。ソフビの質感を生かしたなんとも憎めない妖怪だけどとっても可愛いソフビ作品を誕生させた。ここがすごい。お尻が一番結構時間かけていて、かわいい。赤ちゃんのお尻を結構参考にして、あと足のここのお肉の集まってるところ、はいはいはい、そういうのも結構こだわりました。かわいい。なんか本当柔らかい感じにしたかったので、柔らかいけどなんか張りがあるっていうのを目指して作りました。なるほどなるほど。プリッとしてますもんね。そう、プリッとしてます。お尻が、へえ、かわいいな。なんか赤ちゃんに見えてきたんだね。そう、赤ちゃんに見えてきた。顔に関しては部分的にこういう影のところに入れたりしていて、色を入れることによってなんか実際になんかいたらいそうかなみたいな、うん、なんか妖怪自体がなんかその呪詛となんか実在の間みたいな存在かなと思ってて、あ、なるほど、妖怪自体が、うんうん、でそれでフィギュアもそうだと思うんですよ。美少女フィギュアとかも実際にいないけど、うん、なんかいるものとの間みたいな、はいはい、だからなんかそういう風な感じが出るようにいつも塗装したいなっていうこだわりはちょっとあります。今回のこちらは、はい、ソフコン限定カラーにしようと思っていて、まあ、これはこの2つは基本スタンダードにしようかな、はいはいはい、作ってます、はい、今にも動き出しそうなこだわりのお尻とシワの造形、まるで空想の世界から生きて飛び出してきたようなリアル感。怪奇梨沙さんの造形はまさに美しいけど怖いものを体現していた。ここがすごい。怪奇さん自身でどこまでやら、はい、作る、自分で作られるんですか？はい、私は、はい、メッキ以外は全部やります。メッキ以外は全部金型を作るとこ以外は全部やります。整形も今工場を作ってるんですよ、はい、それは自宅に自宅じゃなくて、はい、工房を借りていずれは OEM を取りに行くぐらいに、はい、なるほど、でかくなってやる。もうその工場を稼働させるんだと今一人工場長ですよ。工場長一人工場長ですよ、はい、めっちゃもう本当にやってる姿めっちゃもうすごいなんかもう重装備のおばちゃんみたいなすごい 長い手袋してなんかもう火傷するの怖すぎて、はい、回転、あ、回転じゃなくて真空脱泡機でやってる。あ、やってるんですか。真空脱泡機の機械も自分で作りました。作った、はい、作れるんですか。機械というか豚骨を煮る、そう、寸胴鍋のでっかいやつを買って改造して、なんか上にあのアクリル板で蓋をするんですけど、はい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 、アクリル板も重いんですよ。12キロあって、うわ、なんでもう天井から吊り下げて電動で上げ下げしてます。ですよね。なんか本当大変なんですよ。この一連の作業を何回も繰り返すわけですよね。そうそうそうだからいや多分この動画を見て皆さんなんか自分で作ろうかなって思うと思うんですけど、絶対軽い気持ちでは絶対やらない方がいいそれはなぜかというと私はなんかあの手を出しちゃったんでもうやめられないから走り続けるだけなんですけど、はい、もしされる方はめっちゃ陰で応援します、はい、頑張ってくださいみたいな今後はまず、まあ、ソフビ次に出すのがあのイルカが攻めてきたぞっていうイルカの、さっきのほどソフビを出そうと思っていて、はい、それが30センチぐらいの大物を作ろうと思ってるんですよ、まさかと思いますけどご自分で。あ、もちろんですさすが作ろうと思ってて、であとはなんかソフビに関連することで言うと、うん、なんか私はあのガレージキットの教室とかもやってるんですけど、でその教室みたいな感じでなんかソフビの教室やりたいなと思って、せっかくなんで私整形も全部ローもできるんで、はい、指人形ぐらいのやつをみんなで作って、はい、でそれで金型にみんな合わせて入れて、うん、で、うん、みんなで広島ツアーして抜いてもらうツアーしたいなと思って考えてます。なるほどなるほど。そんなのやりたいなって勝手に思ってます。あ、いいっすね、はいはい、楽しいっすね。だこの
あの自分で作ったものがこのソフビとして出来上がるっていうのは、はい、感動をやっぱり味わっ、やっぱり作られたから、キューカッパのそうなんですよ、キューカッパもそうですし、指人形もそうですし、はい、指人形見ました、さっき、お侍さんのところで、そうですか、はい、そうなんですよ、あのそれがこうもしかしたら味わえるかもしれないということですよね、はい、そういうの作りたいなって思ってます。なんと業者のごとく工場を用意し、その装置までも自作してしまうというものづくりに対しての執着とポテンシャルはまさに規格外。その他にも経験を生かしガレージキットを制作する教室を開催されています。海木梨沙さんの今後の活躍に目が離せない。ここがすごい。最後にですね、海木梨沙さんにとってソフビとはっていうところでお願いします、はいはい。挑戦です。わあ、かっこいい。もう今の全部の伏線が回収されたような感じですね。はい。いやもう本当その通り。今後あのダメになるかどうか、うまくいくかどうかを皆さん見ていてください。よろしくお願いします。お願いします。海木梨沙をよろしくお願いします。お願いします。すごいな、楽しみですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あの今後もですね、あのいろんな装備作家様の、個性的な作品ですとか、世界観、そういったところをもっともっと深掘りしてお伝えできればなと思いますので、今後の TBS TV もぜひよろしくお願いします。張り切って言ったらいいですか。張り、あ、もう全然もう張り切って言いますあ、じゃあ普通に普通に張り切って言います。はい、ソフビさようなら TBS。ありがとうございます。すみません、やっていただきました。ありがとうございます。おもちゃの王様